こんにちは。今回はトランポリンでやるロデオ5造形を解説していくよ。ロデオ5造形は、ヘグを傾けて540度回転するトリックで、コーク72と同様、横と縦に分解して練習することができるよ。必要な動きは360と、膝を抱え込むバックスリップ。背中を反らさず足を上げてくるのがポイントだよ。そして2つの間隔をつなぐ90度横を向く手落ち。3つの動きをガッチャンコして思い切ってかけるよ。まずは360のように前方動作を入れる。回転を始めながら横を向く手落ちのようにテイクを。上半身は倒しすぎず足を引き上げて膝を抱え込んで一気に回る。回転しながら顔の目の前で足を掴むイメージでいくとやりやすいよ。 3D の微妙な感覚をつかみやすいトリックだと思うので、ぜひトライしてみてね。質問、コメント、お待ちしております。